では今日は金沢医科大学総合型選抜 AO 入試に合格された岩井恵里さんにお話を伺います。岩井さん、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあまず最初にね、岩井さん、医学部を目指した理由、それから聞かせてください。私の父や祖父や親戚が医師ということもあって、小さい頃から興味があったんですけど、他の職業に興味も持ったことあるんですけど、やっぱり身近にいる尊敬する医師というのがいたので、医学部に入って医師になりたいなという気持ちが強かったので、医学部を目指しました。尊敬する医師ってお父さんのことですあ、か？お父さんです。はい。ちょっと岩井さん聞かれたくないかもしれないけれども、高校卒業後ね、医学部に合格するまで少し時間がかかってしまいましたが、これはどうして時間かかったと思いますか？そうですね。高校の時や浪人1、2年目はやっぱり医学部合格に必要な学力を分かっていなくて、正直舐めてたっていうのもあって、浪人3年目から本格的にめ、あの、なんだろう、勉強するようになりました。なったので遅くなりました。もう今年がね、最後の1年って決めていたけども、やっぱり覚悟みたいのが違っていましたか？そうですね。去年は薬学部に受けて、で受かったんですけど、それを蹴ってまでも医学部に入りたいっていう気持ちがあったので、もう今年は絶対に受かろうっていう気持ちはありました。まあそれでね、私たちのところに来てくれたんだもんね。はい。そうです。金沢医科大学 AO 入試、これを受けようと思ったのは、これはどうしてですか？私の祖父が金沢に住んでいたってこともあって、金沢に思い出があったのと、金沢医科大学の AO 入試で求める人物像が私に合ってるなと思って AO を受けることにしました。金沢医科大学の AO 入試で過去問がないんだけれども、準備はどうしましたか？2浪目に初めて受けてたんですけど、自分で出願書類を、作文とかも自分で作ってたんですけど、去年かな、メルリックスに入って、メルリックスで添削してもらって、出願書類も確認してもらって、完璧に仕上げてもらいました。そうだね。はい。僕も何度も見せていただいてね、はい、そうです。本当にいいものが仕上がったと思いまはす。い。一次試験の、学力試験の手応えはどうでしたか？一次試験は、計算ミスがなかったら満点近く取れてると思います。おお、素晴らしいね。本当に今年はね、よく頑張ってくれたからね、やっぱりそのね、覚悟みたいのが違って。たかなっていう感じが僕も持っています。さあ、金沢医科大学 AO 入試総合選抜は、一次試験が200点、二次試験も面接と自己推薦書で200点ありました。まあね、二次で順位はだいぶ動くと思うんだけども、まあこの自己推薦書の方はね、本当にいいものが仕上がったと思いますが、採点140点の面接、これに対しての不安みたいのはなかったですか？メルリックスの方や、もちろん田尻さんの面接練習があって、で、面接練習で準備してた質問が、もうそのまま大学側から来たので、スムーズに答えることができました。ね、随分頑張ってやったもんね。はい。はい。僕がね、金沢医科大学からいろいろいただいた資料とかも役に立ちましたか？そうですね。メルリックスの方から、AO 入試に関する、金沢医科大学の系列の病院の本が来たので、
とても役に立ちました。はい。さあ、長年の夢だった医学部に合格しました。合格が分かった時の気持ちを教えてください。合格発表直後はあんまり実感がなくて、合格報告を家族にした時に、父親や姉がもう号泣してくれて、やっと受かったんだなっていう実感が湧きました。本当良かったですね。では、最後にね、岩井さんと同じように医学部を目指している後輩たちに何か一言メッセージをお願いします。私は特に言ったと思うんですけど、精神があんまり強くなくて、何度も勉強から逃げ出したいなっていう気持ちがあったんですけど、そこで逃げ出さずに勉強し続けたっていうのは、とても合格につながったのかなということを思ってるので、我慢して諦めずに勉強し続けることが大事だなと思います。はい、ありがとうございます。本当に今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。